はいどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、メルセデスベンツの新型 GLA200D フォーマチック、こちらに試乗させていただくことができます。直前までね、 GLB200D、こちらを試乗してたんで、それとのね、乗り比べのフィーリングの違いなんかもレポートできればと思います。そしてね、私自身も CLA の 200D のオーナーですんで、それとかともね、比較してどう違うのかというところをレポートできればと思います。それでは、はい、エンジンをかけてみましょう。はい、ポチッ。シートベルトがキュッときしまって、はい、2リッターディーゼルエンジンが立ち上がりました。今日暑いんでね、エアコンがガンガン回ってますが、ちょっとそれだけ下げましょうかね。はい、これね、いいですよね。はい。あ、さっき GLB 乗ってた時、はい、ここ光ってなかったですね。はい、ということは、やっぱり AMG ラインをつけると、ここが光ると、はい。そうです。アンビエントライトですね。昼間でも結構わかるぐらい明るいですよね。はい、こっちは。一番明るい、ね。ですよね。はい。あ、結構印象違いますね。あれ、GLB も AMG ラインをつけると、はい、まあ、こんぐらいは光って見えるということですね。はい、光ります。あれ、ここってシルバーになってんのもやっぱ AMG ライン？ AMG ラインです。 あそこはブラックでしたよね。はい、GLB はブラックになりますけれども、それは非 AMG ライン、ね。じゃあ、GLA でも非 AMG だとここブラックになるということですね。はい。あ、そういう差もあるんですね。はい。で、まあ、このアンビエントライトがすごく光ってて、これね、縦にするとこうね、風が止まるというふうに機能性もあります。はい。はい、あ、結構明るい。じゃあ、それではですね、この、ベンツではおなじみとなっている、セレクターレバーですね。ウィンカーではなくセレクターレバーを、下に入れると、D に入って、で電動パーキングブレーキなので何もしないでもクリップが始まります。で、今走り始めてますが、でブレーキホールドはですね、メルセデスではですねおなじみの、ペダルをブレーキペダルをぐっと奥まで踏み込むと作動するという形になっています。なので今ブレーキペダルを奥までぐっと踏み込んだらホールドというスイッチがついて、はい、ホールドされていました。そして漕ぎ出していきますが、おお、力強い。同じ2リッターディーゼルと8速 DCT という形のトランスミッションとエンジンになってますけども、心なしか、やっぱり車重自体も軽いのか、軽快感ありますよね。はい、これ確か、こちらの画面で変えると、はい、フォーマチックの、トルク配分、後輪にどれだけトルクが配分されているのかっていうのが、一目で見ることができるんですけども、これで確認すると、めちゃくちゃ積極的に後輪に、配分されてるんですよね。いや、フォーマチックいいですよね。そうですね。はい。こんなに積極的に、後輪にトルクがいってるのかっていうのはね、かなり衝撃的だったんですけど、発進加速の時も後輪にトルクが配分されるし、中間加速とかでも結構かなりね、後輪にトルクがいってるんで、ほんとなんちゃって四駆というよりはかなり本格的にここまで、トルクがいってるんだなというのは本当にね、この前試乗した時も驚いたんですけど、今も、後輪トルク配分されています。で、今ずっとされています。軽く踏んでるだけでも結構トルクが配分されていくんで、これはね、驚きですね。で、今ももうトルク配分されています。なんで、いや、めちゃくちゃ軽快。あ、やっぱ GLB と乗り比べて軽やかですね。もう圧倒的に軽やか。そしてステアフィールも心なしか軽い感じがあるな。 GLB もクイックに効いてるというふうには印象があったんですけど、 GLA の方がなんかね、全体的に軽い感じがあります。ステアフィールも、車重も、前に出る感じもすごい軽やかな感じですね。そして内装の質感もやっぱり AMG ついてる方が、はい、なんかやっぱいいですね。いいですね。うん、だいぶアンビエントライトもありますし、はい、まあ、この辺のドアの内張りのところもちょっとアルカンターラのような、はい、こう
スエードみたいな生地になっているし、はい、触り心地もいいですね。そうですね。赤いステッチも AMG ラインにすると入るので。確かに。はい。本当にね、ベンツの走りの乗り味っていうのは違和感なく、コンフォートなんですよね。だからコントローラブルなブレーキタッチなんですけれども効かないっていう感じでもないし、この辺はね、マツダの最近の、マツダ3とかのブレーキタッチがコントローラブルにするためにあえて初期精度を抑えるっていうような、こうブレーキタッチのフィーリングにチューニングされてますけど、こっちの方が全然違和感なくコントローラブルだなっていうのは両方乗ってて思うところですね。やっぱ違和感を感じさせないっていうのはすごく大切なことだと思います。いろいろな車から乗り換えても違和感を感じないのに、コントローラブルであるっていうのは、まあ、アクセル、ブレーキ、ステアフィールに限ったことではないですけど、すごく大切だなと思って、ちょっとノーマルモードで加速していきますが、あーでもやっぱりフォーマチックの方がさらに安定してる感はあるな。で、加速フィールもやっぱ軽やかだし、そして一旦車速に乗ってしまってからの高いギアを保って、低回転のトルクを生かしてこうグイグイ加速していく感じっていうのもやっぱディーゼルならではの良さがある。いや、乗り味としては個人的にはやっぱ GLA の方が面白い。やっぱそれはフォーマチック、そうですね、の影響はあるかもしれないですね。いや、結構乗り比べると違いますね。はい、で乗り心地自体も良いです。ただ車重が軽い分、ギャップとかの車重が軽いからなのか19インチ履いてるからなのかわかんないですけど、まあ、突き上げとか、ピッチングとかそういったところはもしかしたら GLB の方がどっしりしてるかもしれないですけど、まあ、とにかく軽快感があってフォーマチックの後ろから押してくれる加速感、そして、前回加速をした時のこう安定感っていうのは確実にこっちの方が面白いし安心感があるなというのは、うん、正直な感想ですかね。まあでも総じて乗り心地も良く、ドライブフィルも良く、フォーマチックならではの良さがあるのが GLB との差かなってと思いますね。その GLA と GLB ではやっぱ FF と四駆が一番違うところですもんね。はい、GLB の、200D は FF しかなくて、はい、GLA の 200D は、フォーマチック四駆しかないと、はい、いうところなんで、価格差で見ると10万円しか違わないんですけど、実はその GLA の方は全てフォーマチックっていうところで、はい、その分の付加価値がついてるっていうことなんで、価格だけ見ると高って思うかもしれないんですけど、まあ、言うてもフォーマチックですからね、はい、そこがやっぱあの GLB にはない個性になってるかなと。先代の GLA って本当 A クラスとあんまり変わらないかなっていう印象があったんですけど、どちらかというと、B クラスの SUV 版という印象が僕の中では強くて、インテリアを見てもそうですよね。なんで鉱石の居住性とかは確実に A より広いですよね。広いです、はい、なんでまあよっほどそのまあ、価格はちょっと高いけど、うん、まあ、A クラスの高いグレードとかを買うんであれば意外と GLA 買っちゃった方がいいかもしれないっていうところはありますよね、はい、A クラスもでも未だに人気ですよね。人気ですね、はい、特にやっぱ新しい世代のメルセデスのナビとかインフォテインメントシステムのハイテクさ加減って本当ね、ライバルメーカーちょっと追従できてないんですよね、うん、これに関しては本当にすごいなと思うし、所有満足度高いですね。で、アンビエントライトとか本当に AMG ラインつけるとすごくあの賑やかなのでそういうところの本当満足度は高いです。それではですね、またちょっと踏めるバイパスに出ますので、ダイナミックセレクトをスポーツにしてですね、ちょっと加速をしてみたいと思います。はい、それではバイパスに、行ってみたいと思います。ちょっと踏める直線がありますので、床まで踏んでみたいと思います。それでは一速に落として床までドーン。お、小気味よ、いや小気味よ
く加速してきますね。やっぱり DCT 良いな。そしてフォーマチックなんで後輪に積極的にトルク配分してますね。スポーツモードでも今すっごい軽く踏んでますけど、もう後輪にトルクがいってますね。こういうところはやっぱフォーマチックのこうモニターがあるとなお面白いっていうところがありますね。わかりやすいですね。わかりやすいですね。いや軽やかだし、やっぱスポーツモードで加速してると本当に多分2000回転ぐらいを保ってると思うんですけど、これねフォーマチックの画面にしてると見れない、ね、見れないですね。そう、両方見れるといいなと思うんですけど、やっぱ2000回転をキープしていつでもトルクの一番おいしいところを使えるようにスポーツモードではやってますけども、本当にその辺は力強い、やっぱディーゼルならではの良さ。やっぱ路面のザラつきとかは19インチの方がやっぱちょっと広いかなという感じもあるので、はい、まあ、ここは本当好みに合わせてノーマル非 MG を選んでもらうか MG を選んでもらうかと。まあ、奥様とかが乗るんだったら MG じゃなくてもいいかもしれないですけど、そうですね、やっぱアンビエントライトをつけたいっていうんだったら、はい、まあ、MG になるかなと。MG に、はい、なりますね。このアンビエントライトもすごく人気なオプションの一つなので、うん、うちの嫁さんもやっぱアンビエントライト大好きです、ね、あ、本当ですか、うん、嬉しい。ベンツはこれがいいっつってやっぱりいろいろ光る方がいいみたいですね。あ、はいはい、夜も明るくて車内も明るくなりますからね。そうなんですよね。結構光るところが多いし、はいはい、あとカスタマイズ64色でカスタマイズできるじゃないですか、はいはいはい、で、しかも単色でも、できるし、はい、マルチカラーで、はい、光る場所によって色が変わるとか、はい、あとアニメーションで色が移ろっていくとか、はい、そういう細かい、遊び心もあるので、はい、かなりね、そういう意味では満足度が高いと。夜がやっぱ特に綺麗ですね、はい、こういうインフォテインメントの大きさも相まってすごく良いところだと。いった感じで、試乗も終了です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあこちらもちょっと駐車してみましょうかね。そうですね。はい。で今回の GLA、GLB で良いのは、他のモデルでは、あ、やっぱ低速になるとステア軽いですね。メルセデスの車って。その辺のこう車速感の式で合わせの感じがすごく軽くなるので、奥様でも駐車が非常に楽ちんと、切り返しとかの、ハンドルを切るときに軽く済むのはいいですし、360度モニターが、標準装備と全グレードで標準となっているので、このように表示できるというのはいいですよね、はい、GLA と GLB では。はい、なんで、まあ、耳たぶミラーがつかないという形になっています。なのでまあ、それも含めて、さらにフォーマチックであるっていうのも含めて、はい、まあ、502万円からっていうの、はい、の価格を考えてもらえれば、はい、まあ、そんなに、高いっていう感じでもないと。そうですね。まあ、先代から比べると高いけど、ね、フォーマチックと、まあ、2リッターディーゼルになってるっていうところと、はい、まあ、360度カメラも標準になってるっていうところを考えると、はい、まあ、しょうがないかなというところもあるというところですね。はい。はい、といった感じで試乗も終了です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、といった感じで、メルセデスベンツ新型 GLA200D フォーマチック、こちらの試乗インプレッションをお届けしましたが、いかがだったでしょうか。個人的な感想としてはですね、やっぱフォーマチックの、ドライブフィールが予想以上に FF と差があったなと。で軽快感を感じられるっていうのは、まあ、そもそも車重が軽いっていうところもあるかもしれないんですが、やっぱフォーマチックの、モニターを見ていると積極的に後輪にトルク配分してるっていうのが分かるので、あ、そういったところも含めて、走りの軽快さ、後ろから蹴り出してる感じっていうのがあるのかなと思ったところですね。でステアフィールとかも軽やかですし、やっぱりね、取り回しもコンパクトなボディなんで、そういったところも運転しやすいというところもありますし、まあ、全開加速でも必要十分以上に速いということで、思いのほかね、ドライブフィールに関しては GLA と GLB 意外と差があったなというところですね。走りを楽しみたいんであれば、まあ、GLA のがいいかなと。で、コンフォートなのがいいなっていうのは、GLB という形で、積み分けて選んでみてはいかがかなというふうに思います。といった感じで、あなたの物欲を刺激する車カーチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。